北海道日本ハムファイターズ3月1日福岡ソフトバンクホークス16日エスコンフィールド日本ハムの磯畑がサヨナラ勝利を呼び込むセーフティーバントを決めるも一塁手と交錯して途中交代直後に万波のサヨナラ弾が飛び出すもその状態が気がかりだ9回戦闘ソフトバンクの守護神オスナに対して鮮やかに三塁戦へバントを転がした 快速を飛ばして一塁へ向かったが、ベースを踏もうとした際にソフトバンクの一塁手、井上と接触したとみられ、激しく転倒した。慌ててベンチからトレーナーが飛び出し、新庄監督も心配そうに磯畑を見つめる。スタッフに付き添われながらベンチへ尻き、そのままダイソーが告げられて途中交代した。新庄監督は試合後、ちょっと多分ファーストの足が引っかかって、 腰が抜けているような感じ、と明かし、あのヒットが万波ミ君を燃えさせた、と称えていた。